これをどうすんの？登るの？お、ここでやんの？お、すげえ。ドローンみたいにある。やるか。いや、ちょっと待って。前の魚くん邪魔なんだけど。はいはいはい。揺れてますね。いきますよ。おぉ？すごい。すごい。あれが製造してんのか。できたー！ちょっと待って。おぉ。ついに俺の船だ。マジですか？シーモスに乗る。かっこいい！まあ、これだったらなんとなくわかる気もする。ちょっと行ってみるか。ここら辺というか、今ちょっと僕が真ん中のカーソルで示してるあたりじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、まあ、海面にあるっていうから探してみようか。あ、あった。あれだ。意外と遠かったなと思うけど、見つかった見つかった。これ4号機か。中入りますよ。入れないですよ。よいしょ。クリーチャーデコイ。また謎のものを手に入れちまった。これか。その場に生物を引き寄せる。後ろでも潜水艦からでも展開可能。展開後の再開使用不可能。なんかすごい強いモンスターとかいるところですかね。クリーチャーとかいるところで置いておいて、まあ、引きつけてその隙に移動するみたいなイメージでいいかな。呼吸物資をもらっておく。他には何か。まあ、主人公が乗ってるマシンだよね。それがもう完全に水没しちゃってる感じだな。こう見ると主人公相当運良かったなって思いますよね。周辺にあとは忘れ物がないかだけ。ですね、今帰ろうと思ったんですけど、この脱出ポット6、前に、1個前に情報来たね、ポットが、これを目印にすれば、地点がなんとなくわかんじゃないかなと思ったので、ちょっと行ってみたいと思います。最終確認地点か。ここでいいのかな、まあ、ちょっと走ってみるのもいいか。もうすぐ夜が来るか。方向だけ考えると、ここら辺かな。ちょっと行ってみるか。クライマー。おや？お、本当に見つかった。これ6号機じゃん。わ、ちょっと待って、うるさい。本当に。6号機だな。方向合わせたら一発だったな。すげえすげえ。よし。データボックスいただきましょう。はい。ウルトラグラインドフィン。あ、そっ、早く泳げるやつじゃね。音声データかな。よいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って。OK、いただいた。中入れたりはしない。よし、中入った。お、ラッキー、見つけた。何これ。記録か。これ以上はさすがにないっぽいな。スキャンできるものないでしょ。うん、であればいいよ。一回帰ろう。よし。はい、帰りました。ちょっと飯食べないといけないんですけれども、その前になんか増えたもの。これか。リチウム持ってねえな。うん。大幅に向上している。なかなか良さそうですね。でも改造ステーションっていうなんか別の施設っていうか、作り物がいるのかなとか思います。カテゴリーというか、欄が違いますね。あんま、馬鹿にしたけど、浮き袋1個ぐらい持っといた方がいいかな。よいしょ。通信相手に先にこっちを。Yoki Kasar. I said Kasar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA.
さて、今回はシグナル好きです。ただなんか遺体とか言ってたんで平和じゃねえなと思いますが、ちょっと行ってみましょうか。おやべ。また案の定ですけど、ご飯食べれるようにしてちょっと行きます。はい、それじゃあ救助をね、続けてますが、また行きましょう。電池とかも準備してきました。まあ、前ね、もう2000メーターとか行っちゃったんで、1000メーターなんて全然楽だなって感じです。で、こっちの会議だからそんな危険でもないでしょう。サクッと終わらせていきたいと思います。はい、地点としてはかなり近いです。ただかなり深いので、175メーター。ちょっとだけ注意ですが、放射能の逆方向なので、酸素低下はね、対処ができます。一旦目安の場所をつけるだけだとしても、少し潜っちゃうか。あ、あれだね。はいはいはい。お、でもなんかすげえ、ここら辺。水中の森みたいになってるな。あ、それ観光はまた後で行くとして。これだな。13か。へえ。よし、まだ探索できるぐらい余裕な酸素が残ってるんで入りましょう。入れないな。ちなみにね、これ R 押し込んじゃうとスクリーンショットが撮れるんですけど、僕無駄に押し込んでしまうことがあるんで申し訳ないです。お、ちょっと待って。君はなんだ、迷い込んだ。スペードフィッシュくんか。スペードフィッシュくん。どこ行っちゃったわ。まあいいわ、しょうがない。よし。まあ案の定やっぱ乗客とか遺体とかなんもないよな。よいしょ。これぐらい？正直ここら辺って。なんかないかな、他に。ブラッドバイン。お、何これ。死ぬ死ぬ死ぬ。でもこれだけ回ってっていいか。よいしょ。ん？この辺りか。へぇ。コード素材。ベンゼン。あとは合成繊維か。まあ、新しいものもちょっとずつ増えてきましたが。深海を潜るっていうことを考えると、なんかまたちょっと違うような気もするんですが、まあ、データが入手できて悪いことはないですね。もうちょっと探ってみるか。あ、なんだ。お、改造ステーションの残骸。これは、ちょっと強いものを作るときに、強いものはちょっと違うな。高度なものを作るときにきっと必要になるものだなと思います。こう、残骸パースって本当にいろんなところにあるんだな。海底を泳ぐようにして、いろいろ探していかないと、延々と見つからないなと思いまして、今日はもう探索してますね。動画的にはどうなってるかわからないけど。ちなみに、さっきの、救出スポットの近くなんですが、リチウムがめっちゃ自然に落ちてるんですよ。だからちょっと集まった。これで少しね、また別なものも作れるんですが、あ、行ってるそばから。これの地域はどうやらね、これがやたらあるみたい。
ういうやっぱ場所的な違いもあるんだなとか思ってます。さすが演技の周りと。よし、ただいまメッセージがなんか入ってる。 This is life pod 2 coordinates attached. We're way past our safe depth and bleeding O2. We'll have to swim for the surface, but it's 500 meters straight up. We'll make for the rendezvous and keep you posted. Out. Signal location uploaded to PDA. 新しい情報来ましたが、水深 500m はやべえな。すぐに行ける距離ではないな。でも一回 500m 行って戻ってこれたことはあったから、一時的な回収だったらなんとかなります。他は知りません。せっかくだからちょっと作ってみますか。ここら辺ですが。ブラッドオイルやたら場所取るんですけど、まあ今これで増えるものがあるわけではないか。はい、それじゃあね、500は正直やべえだろうとか思いながら行ってみたいと思います。まあ、そこ行くまでの過程のね、会議の探索も当然さっき言ったように兼ねてはいるんですが、あれはなんだ、見たことないぞ。スキャナルームか。お、なんか来たぞ。パッド効果を確認しようか。お部屋の一種でしょ、これ。多目的ルームつけるや。範囲内の資源や残骸の位置を表示する。範囲内か。まあ意外と作りやすいんだなと思うけど、それより多目的ルーム欲しいよね。物置く場所欲しいわ。よいしょ。まあ目的地こっちなんで、まだまだ先なんですけど、やっぱり晴れたね、朝方とかに、こうやって、海域とかを見ると残骸パーツが見つけやすいんで、探索にはいいですね、こういう時間は。それでは、おそらく方を直下に来たと思います。500ってほんと相当やばいので、もうデータチェックしたら速攻で上がらないと死ぬぐらいの、それぐらいの深さなんですが、とりあえず行ってみましょう。あ、データまた通信も来た。まあこうやって少し先に進めていくなりしないとダメかなとは思います。こっちの海域の500あたりはまだ未知の世界だな。持って50秒かな。戻るためにそれぐらいは要するんで、多分到着して80秒ぐらいでしょう。30秒でなんとかしよう。いやー、ボーカルが聞こえてきた。世界変わるな。まあでもよかった、見つかるかな。あるね。オッケー、速攻で作業して戻ろう。どこが入りだ。ここか。ハッチ開く？これ。開くとかそういう問題じゃない？クソ、やばいやん。時間がない。これダメだったらちょっとやり直しなんだよな。おぉ？ちょっと待って。あ、上か。こっちか。あ、でも時間ないっすね。ちょっとこれ。もう一回来るけど。うおー、ダメだ、時間取られすぎた。まずい。すいません、やらかした。さすがにちょっと戻りがね、10秒判断遅かった。まあ、早く帰れると思えばいいのかなと思うんですけど、物騒ですよね、やり方がね。あ、これが来ました。音声で読み聞けますか？一応文章こんなもん。まあ、日記みたいなもんですが。よいしょ。でね、もしかすると周辺とかにデータとかあるケースも多いんですけど、ちょっとさすがに海域は500になっちゃうと探索するのがね、今のままだとほぼ無理なので、ちょっと一回のこの子帰ってきて通信が来てるんで読みます。謎のメッセージでしたね。というわけで、今のところ救難信号はまたなくなってしまいました。
ちょっとパーツ集めてくるわ。もうちょっと探さないとダメだ。やった。できた。おっと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 、危ない危ない危ない。これで、ついに、ちょっと見えない、葉っぱくん。葉っぱくん邪魔。これで、ついになんですが、どこ？意外と、できると場所わかんなくなるけど。なんかめっちゃ増えてんな。それはいいとして。これができるはずなので、パワーセルもね、なんかつけるはずなんですよ。シーモスいけるかな？ここら辺はちょっとやってみよう。はい、それじゃあ今日もね、美しい夜明けとともになんですが、いっぱい素材を用意しました。まあ、もともと持ってて使わなかったもの大半なんですけれども、これでね、念願の、それでは。最初こっちつけるんですけど、これだな。まずこちら、携帯型乗り物建造ベイですね。携帯型っていうのがどういうことなのかなって思いますけど。お、やっぱ立体化するのに結構時間を要してる。はい、できました。え、満杯です。相当でかいのかな？じゃあ、水を飲んで、いらないものは、使わない。あ、あれちょっと後で使うんだよな。ちょっと待っとこう。持てる。で、そんなにでかいの？今、6ブロック空いてるよね。チタニウム邪魔なものとかだけど、ちょっと待って。そんなにでかいの？すごいな。チタニウムをじゃあ、後にちょっと使う予定があるんで、5つだけ持っときますが。どれだ？すごいな。素材からビークルを製造する。作っちゃうんだ。どうやらまた手持ちのアイテムっぽいんで、ちょっとやってみますよ。あー、なるほどね。これ建造ツールと近いものか。お、水中で行う必要があります。本当に？お、ちょ、なになになに？おっと。ひどい。ごめん、ちょっとわかんないからもう一回行くけど、これを？ちょっと随時うるさいので、この辺りで展開しますが、これをどうすんの？登るの？お、ここでやんの？お、すげえ。ドローンみたいなのある。やるか。いや、ちょっと待って。前の魚くん邪魔なんだけど。はいはいはい。揺れてますね。いきますよ。おぉ？すごい。すごい。あれが製造してるのか。できたー！ちょっと待って。おー、ついに俺の船だ。マジですか？シーモスに乗る。かっこいい！やったね。うわ、でも電力とか怖いね。ライトですよ。すげー、できた。はえー。いや、こんなの深いところとか大丈夫でしょ、もう絶対。うん。まあ、本当に一人用のさ、シンプルなものなんで、いろんな設備があるわけじゃないけど、これにち、魚とか捕まえられる？捕まえられない。うおーごめん。はいはいはい。おっと、危ない危ない。やべえ、なんか修復値というか、そういうのが出てるから、あんまぶつけたりしない方がいいのかな。怖いね。なんか通信来た。シーモスに乗る。あー、できた。すげえ。やったね。じゃあ、ちょっと次回とかはこれ、ガンガン使ってみますか。これ大丈夫だよね。乗ってるってことは、まあ、息とかも減ってないから、そうだな。一つポイントとして、海沈んでみたりしてもいいかもしれないですね。やったわ。あ、意外と遠く来てた。ちょっと、乗り捨てはいかんから。で、今日もう一個ね、作りたいものがあるんで、それ作っておしまいですね。乗り心地は悪くないです。当然ですが。いいもんできた。通信来てるんで、通信を先に。
救難しねえんだっか。This is Officer Keen in Light Pod 19. The captain is gone. I have assumed command. The last thing the captain did was give me coordinates for dry land. We regroup 1.5 kilometers southwest of the crash site. Stay together and good luck. This message will now repeat. Rendezvous coordinates corrupted. Transmission origin coordinates downloaded. Signal location uploaded to PDA.まあ、割といつものことなんですけれども、これか。どこだ?あっち?まあ、全然300メーターだったら楽勝ですね。次回、じゃあシーモスと一緒に助けに行ってあげようか。見てろよ。シーモスの力見せてやるからな。で、今日もう一個作りたいって言ったのは、こっちなんですけど、これ。スキャナールーム。でっけえ。これ、どこにつけんのこれ。でかすぎてどこでも拒否されてるんだけど大丈夫?はい。位置取りがめっちゃ難しかったんですけど、スキャナルーム多分これ繋がるんじゃないかっていうことでやってみます。これに合わせて、よし。なんかね、空中とかちょっと繋がらないようなところにはめちゃくちゃ置けたんですけど、繋がる位置が全然できなくて、内側からやったりしたんだけど失敗しまくったんで、これでちょっとやれるか試してみます。よいしょ。これで通路上は繋がってるよね。OK。まあ、資材とか、資源か。資源とか、それこそ残骸とかを探すためのルームらしくて。わっ!なんか入ってる。すげえ。何これ押すの?チタニウム残骸スキャン中。カメラを操作する。カメラを操作する。おー。1カメさん、2カメさん。え?へぇ。あ、すげえ!なるほどね。残骸がありますよっていう感じなんだ。これ距離そんなにないだろう。え、これなんか別の探索艇みたいなやつなのかな?すごいね。ちょっと見つけてみようか。あ、はい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 。あーあうあうあうつ。まあ、ありますよっていう感じなんだね。なるほど。で、自分がいる海域として、まあ、ここですよとも見えるわけか。未来だなぁ。これは?ああ、これね、作れるんだ。お。HUD チップ。カメラドローン。やっぱドローンなんだ。流行りだね。範囲を広げる。アップグレード。というわけで、探索ですね。そういった素材探しとかにとても便利になるのかなと思いました。やったね。で、これ広いな。もしかして、ここに何か置けたりするのか。例えば前、狭すぎて、無理だった。ここら辺とかは。あ、置けるじゃん。やるじゃん。でも素材あったっけ?置くか。まあ、お菓子食べた方がいいよね。こういうとこもね。そして。あ、ガラスがない。やっちゃった。しまった。まあ、ここら辺作るのまた後にしますね。それじゃあね、作るもの作って夕方になってしまいましたが、今日はここまでにしておきましょう。実はこれ収録3時間ぐらいになっちゃったんで、まあ正直見どころがそんなにね、ないので、素材手に入れたりとかね、西行ったり北行ったりとか、そんなところばっかりね。ポイントだけ映してるとは思うんですが、今日も大変でした。でも楽しかったですね。これで、深海とか少し戦ってみるのもいいかなと思いました。シーモスがきっと頼りになるでしょう。じゃあまたね、頑張っていきたいと思いますので、さすがに僕も仕事をしているので、編集とか挟むと毎日出せるかどうかはお約束はできないんですけれども、なるべくね、早いテンポで出したいと思うんでよろしくお願いします。あと他の動画ですかね、他の作品とかも順次出していこうかなと思ってますが、とりあえずこれを今は優先させてますので、またよかったら見てください。夜になるとこんな感じになるの?すごいね。これシーモスのライト?すごいな。めっちゃ眩しいね。はい、それじゃあまたよかったら見てください。ちょっと待って。あ、一回上がる、やっぱり。はい、じゃあ頼りになるものも増えてきましたが、頑張っていきましょう。お疲れ様でした。さようなら。よいしょ。